ちゃこんにちは。はい、なんか江藤さん元気がないですね、はい、もう坂本おじさんもう年取っちゃって一気にですか。いや元気ないですよ坂本選手オープン戦。いや今の時点、まあ、昨日楽天のオープン戦試合もあったんですけれども、現在、打率がオープン戦打率0割6分5厘、うん、ということで、昨日は6回の守備からも退いたと。うん、まあ退いたっていうよりも、はい、まあまあ疲れとか残さないように、うん、だいたいベテランというのは変えていくけどね、はい、まあでもこの数字とかね、はい、はある程度予想された。キャンプ行ってて、あ、それはもうそうだろうな、ちょっとね今まで言われてないことを言われ出してきてるんだよね。これは坂本本人にも原因があったりだとか、でもそこまで言わなくてもいいのになとか、うん、まあいろいろ賛否はあると思うんだよね、まあ、打球が止まらなくなったとかね、打球速度が遅くなったとか、まあいろいろ言われてたけども、はい、まあそれが本人にとってまあ苦痛だったよね。今までそういう見方をしなかったから、はい、ただそこはやっぱバッターとして大事なところで、やっぱそこら辺をこう維持していってくれないと、いきなり年取ったみたいになってしまうと、はい、まあ、力衰えっていうのを感じるとね、はい、やっぱ首脳陣っていうのはどうしてももう一度発奮させようとしてさ、はい、やっぱこう言ったりとかもするんだよね、はい、まあそれが坂本っていうのは初めてで、言われることが、だからどういうふうに自分の中で処理したらいいかっていうのをさ、多分分かってないと思うんだよね。今もやっぱりちょっと悩みながら打席に立ってるっていう印象ですか。そこ飛ばそうとしてる、で速い打球を打とうとしてる、はい、でより遠くへ飛ばそうとしてる、そのためにバッティングが崩れてる、はい、これはもう間違いない。でもね、ダルビッシュにプレッシャー、はい、心の鍛え方はどうしてるんだと、うん、体の鍛え方はそのウエイトやったりだとかサプリメント飲んだりだとかいろんなことがあるけども、気持ちって鍛えられるかって、これは持って生まれたものが鍛えられるかって言ったら、ダルビッシュが言ったよね、雑音をなくせって、はい、言ってましたね。ああ、だから坂本が WBC の動画を見たかどうかわからないけども、やっぱ雑音から耳を塞ぐことだよ。それは言ってくることに関してはそれは心に留めててもいいけども、はい、それは雑音だっていうふうに、うん、自分はとにかく何をやらなきゃいけないかって言ったら野球をやらなきゃいけないわけよ、ね、で打席に立ったら打たなきゃいけないわけ、うん、遠くへ飛ばすことじゃないんだよ。なるほど、打つことなんだよ。そこですよね、うん、でより明確に言えばバットの芯でに当てることなんだよ、うん、そこだけに集中したら俺は打てると思うよ。ただ飛ばそうとするからブレるし気持ちが乗らないし、うん、だから気持ちの部分っていうのはすごく大きくて、はい、何でもそうだけどさ、まあ、柔道とか空手とか、はい、サッカーの選手だってパッと並んだ時にあこのチームには勝てるって思うらしいんだ。あ、もう試合前で組んだ時にあこいつには勝てるって思うらしいんだ、はい、それはね気が出てるか出てないかなんだよね、はい、だから自信を持って立ってるかここにどうかなんだよ、うん、ね、それはね坂本はね2000本打って、はい、二塁打なんか9回1打っててあの若さで、それでなぜ打てなくなるって、うん、もう心しかない。だから気を出していかないと負けるかみたいな、うん、そうじゃなくてお前誰と勝負してるんだね、叱咤激励をして、ね、復活を待ってるベンチと勝負してるのか、それとも相手と対戦してて、うん、相手のピッチャーと勝負をしてるのか、どっちなんだと、うん、まあ、そこら辺はやっぱこうはっきりさせないと今後も打てないよね。もうシーズン始まってもっていうことですか、ね、もちろんもちろん、それもうフォームとかじゃなくて気持ちの問題っていうこと。だからフォームも崩れてるよそのおかげで、うん、飛ばさなきゃいけないところ。でも原監督が言ってた、やっぱりねある程度の年取ってきて、はい、やっぱこう落ちてくるのは分かると、うん、でもここを何くそうと思って反発力が坂本の反発してくることが見たいと。だから首脳陣もダメだお前なって言ってるけども、いやそうじゃないんだ、這い上がってこいって、うん、今から這い上がるともうちょっと長くできるっていう、まあ、愛情の裏返しというかね、はい、まあ、俺もあったんだよ須藤さんの時にね、俺と坂本比べるとさ坂本にものすごく申し訳ないけど、まあ、だけど俺がスタメン張れなかったとかさ、うん、え、なんでスタメン落ちなんだって、うん、分からないんだよ。で自分で自問自答してで8番とか9番とか出されて、とプライドもあるんですよね。いやだからそのプライドっていうのが邪魔なんだよ。だから坂本もプライドがあるよ絶対、はい、ね、でプライドを傷つけられてる、うん、プライド捨てたらいいんだって、
もう1回、うん、もう一度あの出始めの時のような純粋な気持ちで野球やってごらんってできるから、その時よりも数段何十倍の技術も持ってるし、はい、経験も持ってるし怖がることはないって俺は思うんだよ。もっともっとベンチと勝負をするとかそうじゃなくてもうピッチャーと勝負しろ。今見てるとやっぱボンダした後でもこうやってギロってこうやって坂本がこうやってベンチ見てるもんね気にしてるでしょうね、こうやって気にするとこそこじゃないのに、そこじゃない、そこじゃない、そうですよね、そこじゃないんだよ。そもそもその坂本選手っていうのはその首脳陣にこれまでの坂本選手が期待されてたことっていうのは、まあ、もちろん長打力でホームランも30本以上で、で大体打率っていうのはどのぐらい残してほしいっていうふうに、要は3割近くだよ、ね、3割、まあ3割から3割5分の間っていうところですよね。あのね今ね、今質問聞くよで今の豊さんだったら今の今シーズンの坂本選手にはどういう成績を求めますか。あ、成績は求めない。あ、求めない。お前が140試合全試合出てくれるベストの状態でいてくれると全然いい、はい、ホームランも減っても全然いい、いいですか、うん、お前は巨人の野手の精神的な支柱だよって、うん、それはいなくなるよりはいてくれと、うんうん、数字はお前黙ってたってついてくるから、そんな感じだよ。長打じゃなくてヒットでいいから打率安打ってところですか。だって、うん、長打打つやつはたくさんいるじゃないかお前いますね。だって中田翔もいるし岡本もいるし、はい、ブリンソン、はい、ブリンソンもいるし、はい、いいじゃん、うんうん、そんなのは。そこにこだわりもあるんですかね。こだわり誰が坂本選手だったりそのベンチ、いや坂本はないんだよそんなに。ベンチの、いやだからこのまま落ちていくなよっていう叱咤激励なんだ。だから頑張れって、今頑張らないでいつ頑張るんだっていうような、うんうん、だからまあ衰えっていうのを少し首脳陣は考えてるんだろうね、うん、でももちろん原監督もここから、いやリーダーというキャプテンという座は下ろしたけども、はい、でも自分のことに専念できるように成績上がるように下ろしたと、はい、だからここを坂本に頑張ってほしいんだって、うん、愛情はあるんだよ、はい、うん、だけど坂本はプライドを築けられてるし、そうですね、あ、だからそこら辺を、うん、まあね、ちっちゃいプライドなんか いらないよ、うん、一個人だから。で坂本は坂本なんだよ、いろんな遊びがあって全部が坂本だから、これをなんかどけてもう真面目坂本なんか魅力がなくなる、はい、うん、だからといって遊びを推奨してるわけじゃなくて、やっぱこう全てがやっぱ坂本隼人なんだよ。だからペースも変えなくていいんだよ、いろいろね、うん、俺は復活するには坂本の心だよね、はい、もうそこだけですね、あとは。でやっぱり中山礼都選手だったり若手の選手がやっぱこのオープン戦ですごくいいあの成績残していて、例えば中山礼都選手オープン戦打率が3割7分5厘っていうふうに、やっぱり数字だけ見るといい、はい、まあそうだね、そこの焦りだったりとかっていうのも若干はあるんですか、感じてるんですか、まあ、あのね比べる相手がいかへんよまあ、そうですね、まあ、あのね、若手の頑張りっていうのは、はい、すごくやっぱ坂本にとっても刺激になってるだろうし、うん、でも坂本の代わりはいないよ、うん、今のところは。だからなんて言うんだろうな、まあその若手が、まあ、いずれは新旧交代というふうなね、うん、ことで、まあ、誰かがショートのポジションを取るんだろうけども、うん、まだ早すぎる、譲るのがね、うん、じゃないと骨の通った若手が育たないよ、あこの手放してるようでは、はい、うん、だからそういう責任も坂本にはあるし、うん、だからここで踏ん張らないとね。そうですよね。で原監督も実際に開幕スタメンはもう坂本選手で行くというふうにお話もされてるので、いやそらそうやろ、うん、そらいきなり坂本を外して開幕したって言ったら、ね、うん、坂本を落ち込むよさらに落ち込むというか俺なんかしたみたいな確かにそうですよね、まあ、怪我とかね何か不調があってなら分かるんですけど、うん、ただこの打率が低いからスタメン開幕外すっていうのはまあまあもうねないでしょうし、まあ、うん、開幕したらまたスイッチも変わるし野球にずっとこう入っていける可能性もあるしね。そうですよね、うん、でもねやっぱここまであのショートで若い時からずっとすごい成績を残してやってきたけど、やっぱりこういうふうに折れる時っていうのは来るんですね、人間っていうのは。まああるな、うん、やっぱこう分岐点っていうのはあるよね。その分岐点をうまくこうすり抜けるというかね、うん、まあそういうことにしてほしいよね、うん、
まあ、例えばカーブ曲がるにしても分岐点でね、はい、G がかかって、うん、飛んでいきそうな感じがするでしょ、はい、この G に負けないで、うん、飛んでいかないようにな、そうですね、踏ん張ってそこで、そうそうそう、でもね、お前10年以上さ、ショートのポジションをトップで守り続けて、ね、トッププレーヤーとして、はい、これ大変なことだから、もう言ってますもんね、いや本当によ、うん、外野手だとまだわかるよ、あの大変なショートで全試合も出たりだとか、その中でタイトルも取っててやってきた人なんかいないから、坂本しかわからないから、それはね、落ちる時だってあるよ、そうですね、うん、だからそこをこうね、周りも盛り上げてあげて、ね、うん、頑張らせたらまた、そうだな、ニュー坂本というか、はい、見れるよ、そうですね、うん、そこはだから今シーズン、あの本当に坂本おじさん、はい、ウォッチングしてずっといやいやもう本当はあのキャンプの時飯食うかって言ったから言ったんだけど、用事あって食えなかったの、あ、そうだったんですね、もうこのまま落ち込んでるようだったら、うん、ちょっと電話して飯食おうっつって呼びだね、カウンセリングしないと、そうですよね、このままでね終わるような選手では、ね、カウンセリングしたかったらしてほしかったら電話くれたらいつでもどうぞ、あのね、豊かカウンセラーが行くので、そのうちなんか専属のカウンセラーに全然いいよいいんです、全然いい、そこはねやっぱり、ね、あの坂本選手がねもう一度奮起して、まあそうだな、うん、あの華々しいショートでっていうのを奮起はしようとしてるんだけどね、今空回りしてるというね、そうですね、うん、まああんまり人の言うことは雑音と思って聞かないで、そうですね、自分の野球、今できることを精一杯やる、はい、もうそれでいいと思う、そうです ね、はい、はい、坂本おじさんも元気になるように頑張れ、はい。